大三競争出走各馬入場です。中山第3レースは3歳未勝利ダート 1200m16 頭です。1番ビターモンスター 450kg プラス 2kg 宮崎北斗 56kg。 2番シティオブハンター 492kg マイナス 4kg 小林シュート 52kg。 3番タターガタ 466kg プラス 2kg 小畑拓也 54kg。4番ザングウィル 508kg プラス 10kg テオバシュロ 56kg。 5番ドーダンミッチー 468kg マイナス 2kg 小畑初也 56kg。 6番青いサロン 470kg プラス 2kg 島田淳二 54kg。 7番サルトルービル 490kg マイナス 2kg 津村明秀 56kg。8番犬はワンとなく 516kg プラス 14kg 西塚浩二 53kg。 9番さわやかさわちゃん 476kg マイナス 4kg 柴田大地 54kg。 10番グレートキングベア 452kg マイナス 2kg 横山龍斗 54kg。11番テイエムガーネット464kg マイナス 4kg 武士沢智春 54kg。 12番名村オードリー 434kg マイナス 4kg 枝照夫 54kg。 13番ペイシャボビー 508kg マイナス 6kg 横山和夫 56kg。 14番エスカッション480kg プラス 2kg 土田真奈と 53kg。 15番スーパーリベロ 450kg マイナス 4kg 長野武蔵 55kg。 そして16番タリエシン 436kg 変わらずミルコデムーロ 56kg の騎乗です。以上の16頭立て中山第3競争3歳未勝利戦、発走までもうしばらくお待ちください。中山競馬第3競争3歳未勝利戦ダート 1200m 出走馬16頭で争われます。2コーナーポケット地点からのスタートです。雨が降り始めました中山競馬場。天候の発表小雨に変わっています。芝ダート量の発表、枠入りは16番タリエシンが向かいます。16番ゲート収まってこれで全馬ゲートの中、係員離れます。スタートしました。
タリエシンポーンといいスタート、ビターモンスター後方でさあ先行争いです。まずは11番のテイエムガーネット、それからダートに入って外からは16番のタリエシンをかわして15番のスーパーリベロが2番手に上がっていきました。その後にタリエシン、内4番ザングビル、3番タターガタと続いて6番の青いサロン、そこには8番犬はワンとなく、その間から5番のドーダンミッチ、そこには7番サルトルービル、1馬身中段勤め14番エスカッション、9番爽やかサワちゃんがいって、内は2番のシティオブハンター、直後に10番グレートキングベア、あとは2馬身13番ペイシャボビー、内が1番のビターモンスターという体型。 3,4 コーナーの中間に入ります。前は固まってきましたが、わずかに11番テイエムガーネット、ソニーは15番のスーパーリベロ、2頭が並んで4コーナー、1馬身半差、16番タリエシンは3番手400を通過、2馬身相手4番手に4番ザングビル、あとは少し離れてドーダンミッチ以下、直線に入って2頭の競り合い続く、15番スーパーリベロ、内は11番のテイエムガーネット、2頭の下から16番タリエシンが来た、200を通過、3馬身離れて4番ザングビル、その後には5番のドーダンミッチ、前3頭の争いから、そう16番のタリエシンが抜けた、15番スーパーリベロ2番手、3番手は11番テイエムガーネット、タリエシンゴールイン、最後3番手は4番のザングイル上がったか、2頭が並びました。うちが11番のテイエムガーネット、しかし後続の争いを尻目に16番タリエシン、これは完勝でした。2番手15番のスーパーリベロ、3番手争いが外4番ザングイルと、うち11番テイエムガーネット、勝ち時計1分12秒後、上がり4ハロン49秒4、3ハロン37秒1でした。中山競馬第3競争3歳未勝利戦、ダートの1200メートル、16番のタリエシン、前2頭を見ながらレースを進め、直線ではその2頭を力強くかわし去りました。16番のタリエシン、金シャサの奇跡3区、鞍上ミルコデムーロ騎手、2番手が15番のスーパーリベロ、3番手は最後4番ザングイル上がったか、牛11番のテイエムガーネット並んでいます。その後離れて5番のドーダンミッチーです。中山第3競争正面の掲示板、1着16番タリエシン、2着15番スーパーリベロ、3着は4番ザングウィル、4着11番テイエムガーネット、5着5番ドーダンミッチーです。確定までお待ちください。最後力強く差し切り勝ち、人気に応えた16番のタリエシン、ミルコデムーロ騎手とのコンビでした。16番15番4番では最終オーズです。1番人気、3番人気、2番人気の順です。単勝16番 2.5 倍、枠連 88.5.3 倍、馬連15番16番 5.1 倍、馬単16番15番 10.0 倍、3連複4番15番16番 8.5 倍、3連単16番15番4番 37.8 倍です。確定までお待ちください。